させないと。 Ha!
今日は外に。べきじゃないわ。このように変わったやつがいるって。私昨日も同じ。
いた。うがちなさい。しびれなさい。どれ。しびれさせちゃうわよ。どれ。しびれなさい。どれ。何よ。これはおしっぱ。どれ。どれ。しびれなさい。
要な方がいるはずです。アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七神性と言うべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン、とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について。今回調べたアビスの魔術師の痕跡は、そいつを取り逃してはいけない。
れにしませんと。すまんすまん。アビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。君は風流モンドのみんなはきっと知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす隠律を僕は読み取ることができる。その隠律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリン大丈夫。うん、ウェンティ殿、つまり天空のライアーは本当の切り札は旅人が。そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。
が必要な方がいるはずです。まだ皆様を守りたいのに。防災の障壁だ。ああ、もしこれに巻き込まれたら。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？ん？敵中だ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。こういう廃墟の他にヒルチャールの巣などなかったはずだ。任せてください。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速。今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを速めても。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、
でっかいあ。うん、あそこの封域は利用できるかもし。うん、回り道になるけど。うん、回り道になるけど行こう。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。